転売はシンプルなビジネスです。まず仕入れ商品を見つけると。で販売してみるで。儲かった商品をさらに仕入れて販売すると。もうやることはこれだけなんですね。で儲からない場合の問題点は、だいたい以下の通り、まず仕入れ商品が見つからない。これ一番多いですねで。見つからないというかね、仕入れ商品はあるのに慎重すぎて購入してない。このパターンもよくあります。それから商品知識は少なすぎる。 力がついいてないあるいは、ね、自分が知らない商品を扱おうとしているで間違えた商品を購入していると、まあ、これが一番致命的なんですけど、えー、儲からない商品とか、ね、扱っちゃまずい商品を仕入れている場合もありますで次に売れないこれね、えー、販売場所今 US アマゾンという、ねえー、強力な販売場所があるんでここを使えば、まあ、売れないってことはないです、まあ、逆に言うと、ね、ここで売れないならもう大体どこで売っても売るのは難しいんで 例えば、Yahoo! で高く売るのは難しいとかね、独自ショップでは集客の仕組みをきちんと時間とお金をかけて作らないと売れないとかいうのはあるんですけど、これはもう初心者の方はね、Yahoo! で高く売れるのを見つけるとか、独自ショップを作って売るっていうのは、時間とスキルが必要なんで、あるいはお金が必要なんでですね、考えずに、 アマゾン輸出でまず月10万儲けるというのが、まあ、転売のコツを覚える儲かる商品を覚える一番の近道ですそれから儲かった商品が見つからずに再仕入れできないとでこの問題はですね再仕入れできないというか仕入れの時に再仕入れのことを考えてないと再仕入れしにくい商品ばっかりを探しているとかね、えー、いうことが原因になっていることが多いですあとはね探し方が甘いということもありますし まあ商品はあるのにね、今度は売れないんじゃないかと心配になって買わないとかね、あるいは興味のない商品を扱ってるんでね、えー、どこで売ってるかをね、分かってないと、まあ、探し方が甘いということにも通じるんですけど、探し方が甘くなっちゃう原因として、まあ、そもそもね、興味のない商品を扱ってるということがあります。つまり、あなたにあった正しい商品を扱えば、天場で儲けることは簡単ですで。あなたにあった商品をどう見つけるか。 転売で効率よく儲けるために必要な目利きとはどういうことか、効率よく儲けるために外せないポイントは何か、えー、これらをね、えー、身につけるための仕入れのブートキャンプを開催します。えー、店員3名から、ね、7名で一人一人に合わせた内容を教えます。少人数で一人一人に合わせた内容を教えますで。転売仕入れブートキャンプの内容です。まず、まんだらけ仕入れのポイント。これは私がまんだらけで仕入れた商品を解説します。 マンダラケで仕入れで扱ってはいけない危険な商品を押し出します。マンツーマンでマンダラケ仕入れのアップサポートをします。アポートじゃないです。サポートをしますで。これね、マンツーマン仕入れは先着1名で、私がマンダラケに行って仕入れるところを見ててもらうという形でやります。あるいはね、逆に仕入れていただいて、それを私がサポートするという形でも可能です。何しろ、 1>, えー、1名限定で先着1名限定でマンダラケシーレのポイントを、えー、その場でサポートしますこれですね以前マンダラケシーレゾロゾロと多い時は10名ぐらい、まあ、少なくてもね、えー、23名で行ってたんですけどやっぱりね1対1で行った時は一番押しやすいと一番ねあ、あのー、見る方も吸収が早いとで逆に大勢で行くとね、えー、店員に非常に警戒されるとかね、えー、周りの目が気になるっていうのがあったんで もうこれは、えー、逆に私が仕入れてきて商品を解説した方がね分かりやすいんじゃなかろうかとねで私が解説した商品でその商品をなんで選んだかでそれに対する質問なんかに答えながら、えー、聞いた後で後で、えー、自分でやっていただくとで分からないところはフィードバックしていただくという形がねおそ、まあ、らく一番スマートかなスムーズかなという気がするんで、えー、そういう形の、えー、まんだらけ仕入れのポイントの、えー、教え方になります それからヤフオク仕入れのポイント。これはね、えー、ヤフオク結構使えます。えー、ヤフオクで売ってるのは安いと、ね。で、アマゾンで売ると高くなるという商品は非常に多いんで、結構ね、ヤフオク仕入れ使えますんで、その仕入れた商品、ね、こういう商品を仕入れてなぜ仕入れたか。それからヤフオクで問題なのはね、えー、結構コピー商品とかね、えー、ジャンク品をジャンクと言わず売ってるとかいうのがありますんで、そういうのの見分け方、その辺をサポートします。 あとネット仕入れのポイント。私がネットで仕入れた商品を解説します。で買い取り再販のお店だとね、楽天とかヤフーストア、ヤフオク、アマゾン、独自サイトなど複数のショップを持っていることがあります。まあ、持っていることがありますっていうかね、1個しか持ってない場合の方が稀です。この場合どこで買うのが得なのかを具体的に解説します。と仕入れ商品のヒントをどこで見つけるか。 ね、これ雑誌、本、インターネットの掲示板、メールマガジンいろいろあるんですけどこれね一般の一般のんでここでここですってんじゃなくて一人一人何が何なら興味あるかとか近くにどんなお店があるかとかねそういうのを聞きながらこことここで情報を知れましょうとかこのメールマガ登録してチェックしてくださいとかいうのをね少人数なんで一人一人具体的に教えます。それから中国シのポイント これね、私がセミナー前に2週間の日程で EU に行ってきます。で、EU に行ってですね、自宅から注文ができるような仕組みを構築してきます。それをね、使えるような形で、この商品、こういう商品がありますと、これいくらですと、こういう形で使えますというのをね、お教えします。で、これらを1日、1日というかね、 4時から七時3時間、途中ね、1時間ごとに10分あれば15分の休憩を挟みながらなんで、30分として2時間半ぐらいでですね、これらをお話ししていきます。で、セミナー後、30日間のサポートをつきます。これはチャットワークで質問無制限、一人一人専用のチャットワークを作ります。それからスカイプまたは電話のサポート、45分か一1回をつけます。それと、ニュースレター、 え毎週2回あるいは3回届くニュースレターの方をお届けしますまあ、これらが全部つくわけですで今までね開催した仕入れツアーだと、まあ、そのぞろぞろ行って仕入れだけをして解説がね、えー、してる時間がなくて、えー、覚えきんなかったとかあるいはセミナーがねもうセミナー、えー、講座をつく で仕入れに行ってですねで帰ってきて解説して懇親会やってとか一日延々と長丁場でねえもう初心者の方にはねちょっと量が多くて消化不良だったとかいうことがあったみたいなんでそれらを反省してですねもう仕入れは私がやってくると、ね、でやってきて商品を見せて説明すると説明したのをもとに実践していただくそして報告して修正というのをね 実物を見せて説明とそれぞれの注意点をはじめのね3時間のブートキャンプセミナーでお話ししてその後30日間のサポートで実践をもとに報告していただいて修正サポートしていくという形にします。